秋田県立秋田きらり支援学校は、秋田県秋田市南が丘にある、公立特別支援学校。死体不自由者を主たる、教育対象としているが、病弱者も一部対象としている。秋田総合支援エリア輝きの岡県の第3セクターである、秋田県住宅供給公社が、秋田市南が丘に造成した、南が丘ニュータウンが、販売不振のため、県が、 造成予定地を取得し、当該部分を秋田総合支援エリア輝きの丘として整備。そのエリア内の施設の一つとして、死体不自由者、病弱者を対象とした特別支援学校の新設が計画され、秋田養護学校と勝平養護学校を統合し本校が開校した。また、秋田県立老学校と秋田県立盲学校も本校と同一地に新築移転。 加えて、秋田県太平療育園と秋田県省に、療育センターを機能統合した、秋田県立医療療育センターも同一地に、新設された。これら3学校と、医療療育センターは渡り、廊下でつながり、きめ細かな対応ができる体制を構築した。原則、各学部及び、各学年ともに、順じた指導、教科、領域を合わせた指導。 自立活動中心の指導の3つのクラスを設置して対応しており、訪問教育も行っている。ありがとうございます。